で心はなかったのに。ああ、グレーだ、グレーがゾンビになった。危ねえ、危ねえ。どうもしょうすけです。今回もいつものみんなと一緒に G モッド人狼遊んでいきたいと思います。どうもよろしくお願いします。それでは早速メンバーの紹介をしていきましょう。まずは一人目、よいしょ、ただいま、バルタン、え、何、自己紹介して。あ、バルタンです、よろしくお願いします。あとこの動画高評価よろしくお願いします。おー、いや、ちょっと株上げるな、おい、株上げてくれ、やめろお前。はい、次、二人目、エロちゃん。こんにちは。ちょ、待って、あ、やばい、埋まってるよ。エロちゃん、埋まってるよ。ちょ、もう一回入ってみて、もう一回入ってみて。え、はい。いや、工事のおじさん。グレンだね、グレンどこだ、あ、いた。グレン、え、お前スキン変わってるじゃん、グレン。そうなんだよ、自分って名付けるじゃないですか。自分で言うんだ、それ。そう、自分って名付けるじゃないですか。それをちょっと生かして、いろんなね、キャラに変更しながらやっていこうかなと思ってるんですけど。あー、じゃあもうなんか、普段はもう本当に特徴のない、わ、これあれでしょ？ギャングビーツのキャラだね、これね。そう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 。まあ本当に何も、何もないな、無に近いな、お前の存在、これ。なるほどね。まあ、マイパート、マイパートね、俺のスキンがどんどん変わっていく。あ、じゃあどんなスキンに変わるのかっていうのを今後楽しみに。そうですね。ツイッターでね、自分の実年齢を公開した。何歳の？今年で16歳です、ね。そうなんだ。16歳なんだ。あ、じゃあ、はい、ここまで、ね、まあ、関係ないからね。普通にね。はい、今後ともよろしくお願いします。次がベガス山本。はい、どうも。私事ながら、ちょっと公表することがありまして。うん。皆様、私のことをね、19歳のイケメンで、アイドル系な、男だと思ってるかもしれませんが、実は私、今年で29歳になります。おっさんじゃねえよ、うるせえわ。ダントツ、ダントツって言うんじゃねえよ。ダントツや。どう思う？じゃあ、山若造を見てどう思う？いや、まだまだこれからね。まあ、伸びしろあるよね、彼はね。あ、まあ、確かに、ね。今日最後かな。最後、玉井。あ、いたいた。最後？これで今日全員なの？そうだね、今日は6人でやるって感じだね。いつものやつがいないじゃん。え？こいつだよ！あこいつはどこ行ったんだよ！いやー、こいつはもう、ね、もう行っちまったんだよ、リアルの世界に。行っちゃったんだよ、こいつ、リアルの世界に、もうこいつ。俺はあいつマジで。おい、やめろ！おい、やめろよ！ふざけんなよ。はい、ということで今日はね、まあ、のるびちゃんはいないんですけども、6人でね、やっていきたいと思います。ということで、新アイテムがね、結構追加されてるんで、まあ、使われるたびにね、説明していきながらね、やっていきましょう。6人なんですけども、今日は新アイテムの影響で、人狼1人、探偵1人、残り4人が村人っていうね、今日は人狼1人です。最初は1人です。ってな感じでやっていきましょう。あ、いいね、その振りね、最初はってね。素晴らしい。3、2、1、0。イノセント。イノセント。私が探偵だ。イノセント。今、探偵。これ、今回のマップで縦に長いから、やっぱフックショットとか探偵がね、うまく使ってほしいよね。結構落下しもしやすいからね、マップ。そうだね。使ってんな、フック。俺、武器欲しい。一応、俺は今、武器取ったから。このマップ怪しいやつ上から見とくぞ。いいよ。あ、マジ早速落下した誰が。お前マジで毎回水中で死ぬのやめろ本当に。俺毎回水中で死ぬじゃん。言ったじゃん、落下し注意しないとねって。今言ったばっかりだよ。マジで毎回だよな。あー気持ちいい気持ちいい。何しとんねん。浮いてる浮いてる浮いてる。来た来たね。回復ちょうだい。たまにいいよ俺。え、それで刺すの？え、それ刺さんの？え？なに？どうしたどうしたどうした？なに？なんだ？なんだ？なんか今変な声したかった。変な声したぞ。
グギー。え、グレンが止まってんだけど。グレン止まって、どうした、グレン。グレン、親フラ。グレン、今さら。グレン、ここで親フラ。なかったのに。ああ、グレンが、グレンがゾンビになった。危ねえ。危ねえ。これがね、今回の新アイテムのゾンビボールって言って、うん、投げられた相手がゾンビ化します。で、このゾンビに投げられた人もゾンビになります。グロくないゾンビ。うわやばいんだけど。ゾンビはどっち陣営なの？ゾンビはあのトレイター陣営だね。ゾンビ早速使ったやついるぞ。やばっ。ここは人狼発見機ないのかな。あー、ないのかね。ありそうだけど、ね、なんか見た感じなかったっぽいけどね。のすげえずっとエロちゃんの死体で遊ぶやん、お前。めっちゃ遊ぶやん、エロちゃんの死体で。ゴリラだからこの木の上のしとこ。いいね。あ、いいね。ゴリラ木喜んでるよ、エロちゃんも。それ多分、多分ね。すげえ、すげえ慎重に乗せるやん。あっ、うん、誰？しょぼつけ、しょぼつけ。はい、イノセント。イノセント。イノセント。その代わりに一人の人狼はね、コイン4つ持ってるんでね。ああ。4つもあるんだっけ？コイン4つ持ってます。4アイテム使えるってことね。まあ少ないんでね、人数。おい、見んなよ。いや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 。いや、お前、ここじゃ、ここにいとこ2人で、ここにいとこうぜ。逆に。やだよ。なんでだよ。仲良くしようぜ。もうめっちゃ頭狙ってるじゃん、もう。めっちゃ頭狙いよる。いや、エイムが俺の頭しか向いてねえ。あ、玉井がいた、玉井が。中段で玉井いるわ。呼んだ？いるいる。どこ？あ、今回ベガスが探偵か。そう。ごめんな。ここのグラッピングフックめっちゃ面白いわ。ねえ、グラッピングフック使いたいよ、俺も探偵になって、うん。エロちゃんもね、地面狙ってるんだよね。え、グレン生きてる？生きてるよ。オーケー。これ、ね、ちょっとキャラが地味だからね。なんで生きてんだよ。地味って。ちょっと自己主張しながらね、たまに喋ってくんないと。来た来た来た、びっくりした。大丈夫だよ、2連続はないから。いや、待って、これね、たまにがロケラン使う可能性もあるよ。ここに4人は怖くね。ウェイト来たいわ。どいてー、待って待って、あ、これあのね、探偵新アイテムの手錠です。ちょっともう一回手錠出してよ。なんか背中に刺さってなかった手錠。え、本当？え、どこだっけ？あ、ほら！え、刺さってる手錠。背中に手錠が刺さってる。え、見えない見えない。あ、俺から見えないわ。あ、でも手錠さっきつけられた。待って、ねー、手錠1個しかつけないんだ。そういうこと？え、いや多分つけれるんじゃね。いや、俺はもう一回つけたんですけどね。あ、一回つけてるんだ。とりあえず、玉井が今手錠つけられてて。ちょ、俺何もできないじゃん。そこでいとけ。ちょ、守って守って守って。守ってるけど、ね。これで玉井が人狼だったら、誰も動きがない。違う違う違う。そうね、そうね。ちょっと守って、ちゃんと。ちゃんと守ってや、頼むよ。守っとく、守っとく。赤ちゃんと、ね。手錠システムがね、追加されました。今回の人狼から。ちょ、俺宝、あ、治った治った、オッケーオッケー。そう、治るんだよね。でも、アイテムなくなっちゃった。あ、なくなるんだ。じゃあ、武器とか消えるんだ。おー、じゃあこれ人狼アイテム持ってそのやつに使って、そいつに使えば人狼アイテム消せる。強いな、それ。それ強いな。さあ入れない。探偵じゃあ結構そのうまく手錠使うの大事だね。そうね。なんか占い師っぽさ増したな。推理が、推理要素が増したわ。でもこれとりあえずさ、みんなに一回手錠かけてみる。でもそしたらさ、武器の数が少なくなって。あ、やばい。え、やばい、グレン。上だ上だ上だ、グレンか、グレンだ、グレンだ。おい、グレン。おい、どこだよ、グレン。ん、もうガスって言ったぞ。え、ガスって言ったぞ。俺じゃないよ。おらー。お、やめろ、入ろう、やめろ、クソ。マジか。どこだ、おい。なになに、あ、なに、あ、待って待って待って、ちょっと待って、ちょっと待って。うわぁ、危ねぇ。何したかったの？なめっぺしたな、こいつ。あー、ギリギリだったね。マジギリだったよ。ゾンビになる前に倒した。危ねぇ。デッドアイだっけ。デッドアイの、ね、あの Gmod のトレーターのアイテムが追加されました。まあ、効果としては一定時間画面内に入れた敵を一斉に倒すっていうね、効果です。強いよね、強いね、普通に。強いね。チーツだね、チーツ。
チーツ。距離取れば一撃ではないから。そうね。そうだね。待って、お前ら。お前ら。ね。どうした？もしかして。どうした？どうしたの？あれだぞ。何？今俺は聞いたぞ音。何の音？今どの辺で？上の方で。何を？地雷設置？あれ、いや違うかもしんない。え？何の音がした？何の音だよ。え、くしゃって音。あ、落下ダメージか。あの、あ、あ。楽しい。お、びっくりした。空飛ぶゴリラ。やだな。これあれだな。多分これ人狼ショボスケだ。これ多分人狼ショボスケだ。あ、違うけど。多分ショボスケ、ショボスケ、多分ショボスケ。いやー、俺もショボスケだと思うな。何か言ってもいいですか。俺今あの透明化した人狼のさ、あれあるじゃん、あのゾンビになるやつ、うん、あれ投げられたのよ。でもあいつ多分外してるわ俺。ならねえよゾンビ。なるほどね。だから俺今迷ったんだよ。ショボスケ透明化してる、透明化してる。俺じゃないからお前外しただろ。外してないから。いや、なんかくしゃって言って、うわボール投げられたって。いや、なんか段差っぽいところで当たった気はするけど外してないから。行ったの。行っちゃったんけ。どこ行った。これ見たよ。当たった当たった。どこだ。いやマジで今のやばいだろ。いやいや外してないかんね。くしゃって言ってないからそもそも俺。やられちった、やられちったと思ったら、翔介ね、妙にね、なんか無言だなと思ったんだよ。いや、そんなことない。バリバリ喋ってる。多分あれでしょ、あのボール外したからはって思ったんでしょ。いやいや、いや俺の中ではまず投げてないからね、ボール。俺じゃないから。やべ、どこだ、どこいんだ。来いよ。ボール投げてないから、そもそもどうせもう負けなんだから。はぁ、じゃ俺じゃないかんね、人狼。それをまず皆さんには分かってほしい。僕じゃないということを、それ僕はまず伝えたい。どこ行ったかな。でもお前以外、お前以外みんないるんだよな。透明化してる人いないんだよね、俺の中で。あ、あ、おい、おい、いた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 。くそ。